はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ、ちょっと日米含めて5つほどのお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、まず1つ目がですね、まあ、これはですね、僕らのまあ生活の中にも結構関わってくるようなお話なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今ですね、まあ本当にビッグテックというか日本でもですね、LINE などがですね、まあ、いろんなこう、情報がですね、抜き取られているというようなね、ニュースがもうここ最近凄まじい勢いでね、上がってきてると思うんですけれども、 今度はですね、この LINE がですね、あの政府に虚偽を説明していたことがですね、まあ、Z ホールディングス、まあ、これあの、今年のですね、3月ぐらいに LINE とですね合併したですね、企業になりますが、そのですね、第三者委員会の中で、その11日、子会社の LINE で発生したですね、個人情報問題に関して、その政府にですね、虚偽の説明をしていたとする第一次報告が発表されたというところで、これですね、なんか普通にですね、ポコッと共同通信の方とかで、 まあかなりですねこうこの 一文だけがですね、載っているような感じで、特にね、細かい説明とかが今のところ出てきてはいないんですけれども、まあ、この LINE に関するですね、問題事項というか、そういったものがですね、まあ、毎月のように出てきているんですけれども、まあ、今ですね、日本政府とかね、あとは各都道府県の自治体とかもですね、もう半分以上がその LINE をですね、まあ、その職務の連絡などでですね、まあ、利用しているというふうに言われているんですけれども、まあ、そもそも2018年時点からですね、まあ、情報がですね、こう漏えいしていたというようなね、あの状態というか、簡単に閲覧が でできたわけですよね外部から、まあ、実質上、まあ、抜き取ることができるというような状態だったわけですけれどもこれはです、ね、日本の政府とか今デジタル庁とかもです、ねまあ、オフィシャルラインをですね、まあ、解説していろいろやってたりとかすると思うんですけれども。 まあ、LINE とかって結構個人情報はですね、パンパン乗ってくると思うんですよね。まあ、例えばカードの情報だったりもそうですし、なんかいろんなね、不動産とかね、そういったものを買ったりとかする際に、まあ、いろんなね、住所だったりとか、そういったものとか、やり取りの中でですね、まあ、送受信をね、しあったりとかしていたりもすると思うので、まけに写真とかね、そういったものも全部撮られちゃうわけですよね。まあ、パスポートとか、いろんな身分証明書とかもですね、まあ、乗ってる方、乗せていた過去があるような方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういったものがですね、僕らの知らんところで、まあ、抜き取られてる可能性 というかもはやそうだろうというような状況にもかかわらずですね、日本政府もそういった形で使っていると。で、おまけに今回その LINE がですね、また今度は政府にですね、虚偽の説明をしていたとするようなえ報告書が上がってきていたというところでですね、もうとうとうですね、これはもう文通の時代なんじゃないかと、ね、文通とかね、電子書箱みたいなものを使ってないと、本当にセキュリティがね、危うすぎてもうダメなんじゃないかというようなところまで来ましたよね。まあ、本当にですねねセキュリティもちゃんとされていいるような、ね、こうなこった、えー 便利なな、ね、媒体があれれればばいいなといいいとうふうに思んんででですすすけけども皆さかんんかご存知ですかね、まあ、知っててたた教えていただければ、えー、幸いです、まあ、本当にですね、この辺に関してはもうアメリカじゃないですけどね、国家安全保障上のですね、まあ、脅威になるんじゃないかというふうにね、個人的には思っているので、本当にですね、危機管理能力がゼロなんだなというふうにね、あの、感じていたりとかします。まあ、僕もですね、普段この LINE はですね、まあ、使わせていただいてるんですけれども、まあ、ここまで来るとですね、やはりこう別の何かをね、使っていかないといけないかなというふうにね、マジで思っていますんで、皆さんもですね、ぜひ ご自身のですね利用状況とかそういったものまたですね見直すような判断材料になればいいなというふうに思いましたのでちょっとお話をさせていただきましたで次のねお話なんですけれどもまあこれがですねテキサス州のアボット知事のお話になりますが国境危機の問題もですね耐えることなく今もずっと上がり続けているようなね一つのテーマだと思うんですけれどもそれをですねジョークで茶化したですねカマハリに対して非難しですねおまけに不法移民に対して通告をするというところで国境の問題 はですねそもそも笑い事じゃねえぞとふざけんなとで逮捕されたいならお前ら来んなら来いよと独房への切符はすぐそこにあるぞということをおっしゃっていてですねなんかアメリカってこういうスカッとするようなね、まあ、政治家さんがですね多いなというふうに思いますんで、まあ、こういったところ本当にかっこいいなというふうに思っていますちょっとですねお話をしていきますと国境の問題危機はですね笑い事ではないと連邦議会議員が毎年巡礼に訪れるような観光地でもなく何もしないわけにはいかないえ連邦政府が不在の間にテキサス州は国境の安全と知 秩序の回復のために追加の行動をとっているとでですね。テキサス州の共和党知事のですね。まあ、アボットさんは？ 米国のですね国境を確保するために連邦政府の仕事を行うことを誓い、木曜日にですね彼の州のトランプ国境壁の建設を含む多くの動きを発表したと。でアボット知事はですねテキサス州、デルリオで木曜日に開かれた国境サミットというもので、来週テキサス州がテキサス州に国境壁の建設を開始する計画を発表するというふうにも述べているというところで,ですね。まあ、今、トランプさんがですねその辺にこう手出しができないような状況に、ね、なっているというところで、このアボットさんがですねそれを否 引きで、まあ、おまけにですね、まあ、先日もお話ししたんですけども、さっきのね、カマハリに関しては、まああの、テレビのインタビューでですねえ、国境にはなぜ行かないのってね、聞かれた際に、まあ、大嘘をこいてですね、まあ、国境行ったよみたいなね、話をしていたりとか、まあ、それをですね、はぐらかすような行動、そしてスケジュールをですね、一向に公開しないというですね、まあ、意味不明な行動をずっととってるんですけれども、なぜそんなね、仕事をしないような副大統領がいるのかというとかも疑問でしょうがないんですが、まあ、そういった状況が続いていますよね。で まあ、テキサスはこの危機に対して前例のない対応を行っていると私たちは逮捕を開始するとでここに来ることを考えている人メッセージを送るあなたはフリーパスを取得していないあなたは刑務所への独房のストレートパスを取得しているのだという感じですねこの政府本当トおしゃれでかっこいいっていう感じでね思うんですけれども、まあ、さすがテキサスというような状態ですね、まあ、このね、えー、状況に関して、まあ、今ですね不本意味がかなり来ていると思うんですけどもこれはもう完全にねあのバイデンの失態だとバイデンがです、ね、無能な上に無策である というところで,です、ね、こういった状況になっていて。 で最近ではですね、カマハリがですね不法移民に対してもお前ら来んなというふうにですね、トランプさんと同じことを言い始めていて、まあ、かねてよりですね、トランプお前差別してんわ、みたいなね、話をしてたんですけども、いやいや、お前、最初はそういうふうに言ってたのに、今、のひら返していうか同じこと言ってんじゃねえか、みたいなね、あの状態でですね、本当にふざけたようなね、あの状況であるんですが、これにですね、アメリカの国民の方々がですね、気づいてないことはないはずなので、まあ、いずれですね、何らかの結果がですね、見えてくるのかなというふうに思うんですね、まあ、それが2022年かもしれないし、もっとそれよりもい。 早いかもししれないし、まあ、いずれにしろですね、今のいろんな情報を追っていると、え徐々にですね、状況が変わってきているのはえ確かかなというふうに思いますし、まあ、今ね、アリゾナの方の監査とかそういったものもかなり進んできていて、新たな事実とかも、ね、発覚していたりとかしますから、なかなかですね、今後の展開にかなりレバレッジがね、かかってくるような状況になっていくんじゃないかなというふうに個人的には思っています。まあ、この辺もですね、また新たな情報ありましたら追ってお話をしていきたいと思います。 で、次のお話なんですけれども、これがですね、まあ、先日ですね、僕の動画の方でもお話ししていた内容で、中国共産党のですね、今までの中で最高ランクのですね、まあ、エリート層にいた人間っていうのがですね、まあ、今、アメリカのですね、方に、まあ、亡命しているというようなお話があったと思うんですけれども、まあ、最近ですね、結構それがね、話題になってるんですよね。で、それに対してですね、まあ、今回、 え、元ですね、国家情報長官代行であった、そのグレネルさんという方がですね、過去最高レベルのですね、チャイナ政府関係者が米国に亡命というですね、まあ報道を全く否定しなかったというところでですね、トランプ政権で全ての情報機関を統括する国家情報長官代行を務めたリチャード・グレネルは、6月10日、保守系ケーブルテレビのニュースマックスに出演し、過去最高ランクのチャイナ政府関係者が米国に亡命したという、まあレッドステートが独占報道したこの内容についてコメントを求められた際に、グレネル氏は 現在、ニュースマ m a x のです、ねまあ、レギュラーコメンテーターをやっている方なんですよねで。このグレネルさんがトランプ大統領においてドイツえ、米国大使にです、ね、任命されて2018年5月から2020年6月まで、まあ、大使を務めたわけですけれども、その後です、ね、当時不在だったその国家情報長官、まあ、DNI が決まるまで2020年の2月20日から2020年5月。 の間、その代行を務めていたとまあ、つまりですね。このチャイナからの亡命者の情報をですね。もうすでに入手している可能性が高いというところで,ですね。まあ、それにあたってのですね。まあ、質問だったんだと思うんです。けれども、まあ、これに対してです、ね。まあ、司会者の方が、えー、チャイナからの亡命、えー、者が米国の保護側にあるという報道が表面化してきました。で、この人物はですね。国防情報局 d i a にチャイナがさらなる。その生物兵器開発を行っていることなどをまあ、警告しているというところですね。まあ、それがですね。この亡命者の方からいろんな情報がですね。まあ、リークされているという。ところで、レッドステートと。と、えー 国立ジャーナリストであるアダム・ハウスリーは国防情報局 DIA が CIA、FBI、国務省などの他の省庁にはこの亡名者について情報共有しなかったと報じていますその理由は国防情報局の指導層が他の諜報機関にチャイナのスパイもしくは内通者がいると確信しているからだと報じているとでグレネルさんがその国家情報長官代行だった時の経験として国防情報局 DIA が懸念していることはしっかりとした根拠がある正当なものでしょうかというようなお話に対して グレネルさんはですねこの具体的なケースについて細かな話はしたくありません理由は機密情報について扱う場合にコメントすることや議論することが難しい分野を掘り下げているからですとでそしてですねこれだけは言わせてください全ての告発は調べられすぐさま対処されているということに私たちは自信がありますと私が国家情報長官代行を務めていた時こうした主張や告発が数ケースありましたが私たちは常にすぐさまそれらについて調べていました時に行動に移す時もありましたが告発内容が 虚偽の場合もありました。 間違えないでください。米国政府内部には誰が情報をリークしているか把握する優れた制度がありますと。まあ、おそらくこの辺はですね、僕らがおそらく知り得ないようなお話だと思うんですが、より大きな問題は誰が情報漏洩を行っているかを把握した場合、指導層は、これら内通者たちに対して迅速に行動に移す必要があり、情報が漏洩していなくても、なぜ情報漏洩したかに見えるかについて正当化しようとしないことだと私は思います。多くのケースで正式に許可されていない方法で情報共有が行われているのは明らかですと。まあ、つまりですね、 まスパイがいるというような話ですね。まあ、こんな感じでですね、確信づいたことは、まあ、全然言ってないんですけれども、ただですね、否定もしてないっていうところがですね、結構意味深かなと、まあ、これはまあ、普通にサインかなというふうにね、あの、感じています。まあ、これがですね、まあ、事実だと、まあ、事実だと思うんですけど、まあ、そうだとしたらですね、もう、ほぼほぼチェックメイトの状況にあるはずなので、まあ、あとはですね、様々な検証などを行っていって、最終的にはですね、まあ、超圧倒的勝利というかですね、まあ、そういった方法でですね、もぎ取りに行くんだと思いますんで、まあ、この辺もですね、 かなり今後もですね多くの情報出てくるかなと思いません、ね。またですね情報てお話をしていきたいと思います。で、次はですね、これがですね結構意味深なお話なんですけれども、まあ、トランプ大統領のですね声明になりますが、複数のですね出版社のオファーを断って、その大きなプロジェクトに取り組んでいるところだと、バリー・ソエトロとですね、まあ、ミシェル夫人は退任後にですね本の出版などで6500万ドル以上の、まあ、契約を結んでいると。 いう感じですね、まあ、立場を利用してね、まあ、稼いでるというような、ね、お話をしていると、まあ、今のところいろんな出版のオファーが来るけれどもその今はそのような契約をしたくないという意味で最も可能性の低い出版社から2つの本の契約をまあ断った。 でもとにかく夢中で書いているとで。時が来れば全ての本の中を見ていただけるだろう。まあ、結構まあ書いてはいるみたいなんですよね。ただオファー自体は断っていると。で、実はですね、もっと今はもっと重要なプロジェクトに取り組んでいるんだっていう感じですね。またですね、こう僕らをですねワクワクさせるようなお話をしているんですけれども、今ですね、今トランプさんはまあ自身のですねまあ、プラットフォームというか、ソーシャルメディアプラットフォームをですね、まあ、計画してですね、まあ、進めているっていう感じでですね、まあ、いろんなことを同時並行でですね、こう進めていってるのかなというふうに思いますね。で、その中でですね、まあ 実は今はもっと重要なプロジェクトに取り組んでいるんだというようなですね、まあ、お話が出てきたというところで、またですね別の路線がこう発生し始めたなと。まあ、いつですねそれらを全てこう回収していってくれるのかというのがですね本当にね待ち遠しい限りなんですけれども、まあ、今、です、ね、いろんな側面からさまざまな話題がですね、まあ、新たなですね証拠だったりそういったものがねバンバン出てきているような状況の中でこういったね声明があるということはですね、まあ、徐々にですね本当にいろいろ近づいてきているのかなというふうに、ね、感じています。まあ、僕もですねあの自分で調べられる範囲がですね、まあ、皆さんと同じような 範囲ででしかないいと思いますんでこの辺がですね、ちょっとどうなっていくのか、まじ見えないところであるんですが、確実にですね状況は変わりつつあるのかなというふうに感じています。またですね、この辺も情報ってお話をしていきたいと思います。で、次がですね、最後のお話になりますが、これがですね、トランプ大統領の声明になるんですが、バイデンはですね、統合参謀本部から気候変動が最大の脅威であるというふうに言われたというふうに述べていたと。もしですね、これが本当だったら、統合参謀本部は無能だ、即刻解雇せよというところで ですねまあ、これがですねバイデンが英国中流米軍へのですねスピーチで、まあ、地球温暖化が米国最大のね脅威と述べたことに対して言ってるんですけども、まあ、僕もですねこれ見た時にねいやチャイナやろみたいなね感じで思ったんですが、まあ、ちょっと声明読んでいくとえバイデンは統合参謀本部から気候変動が最大の脅威であると言われたと述べたともしそれが事実であり彼らが実際にこのように言ったのであれば彼は直ちに統合参謀本部を無能であると解雇すべきだというふうに言ったということで統合参謀本部っていうのはペンタゴンの下で 米軍の一番上だったかな。ま、そんな感じのですね、機関なわけなんですけれども、ま、そこがそれを言ってると。ころですね、ま、確かに無能だなということになりますよね、この意見が本当だとしたら。で、ま、今ですね、ま、各、ま、国なのか何なのかって感じなんですが、ま、日本でもですね、ま、セクシー小泉とかその辺が、えー、ま、地球温暖化が何だと、脱 CO2 だな何だのと、脱炭素がね、何だのというふうにね、言っていたりとかね、ま、世界でですね、ま、その左側の人たちというか、ま、そういったですね、人たちは、このグリーンニューディールっていうんですかね、ま、そういったものをですね、 上げていくような方向でですね動いているところではあるんですけれども実際そういうのないよねっていうね話もあったりとかもっと言えば今の状況から考えればですね最大の脅威は明らかにこれではないっていうのはですね誰が見ても明らかだと思うんですよまあそれをですねまあ、もしねアメリカのそういったね上位機関のえところがですねそんな風に言ってるとしたらまた、あ、直ちにですね解雇すべきならまあそりゃそうだなという風に思っておりますまあ本当にですね毎回トランプさんがですね出してくるような声明っていうのはですねまを、あ、えているというかねまあそうだよねっていうような納得がねいくような 内容ばかりで、一方方民主党の方はですね全く納得をいかせてほしいという意見を言えば全てはぐらかすと状況がですね、まあずっと続いているので、まあこのままいけば、えー、明らかにですね、信用はガタ落ち、何もですね、できなくなっていくことは間違いないかなというふうに感じております。まあちょっとですね、かなりあっさりしたような内容になってしまいましたが、またですね、まあこれらお話についてですね、情報を追ってですね、いろいろお話をしていきたいと思います。で、今ですね、この4つべがまだまだ検閲厳,厳しいというところで、Twitter とあとはパーラーあとはですね、オフィシャルラインとあとは僕の、えー 自由チャンネルあら僕のセカンドチャンネルこの5つのですね URL を概要欄の方に貼り付けておきますのでそちらの方からフォローと追加チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたしますというわけでですね今回はこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さんバイバイ